はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、小悪魔とリッカ合体させました。かわいいプラスかわいいイコール超かわいい、そういったデッキをね、ご紹介していこうと思います。これおふざけデッキじゃなくて癖強いデッキ、になってましてですね、小悪魔とリッカすごい相性いいんですよ。小悪魔とリッカって、まあ、種族がね植物族と昆虫族で、まあ、一応リッカ使っちゃうと植物縛りとかつくことあるんですけど、巻きのもエクストラデッキから昆虫族植物縛りつくということで、まあなんか縛りは別にリッカとか使ってればそんなに気にならないかなっていう感じですね。でこのデッキどういう動きするかっていうのは対戦動画見ていただけば分かるんですけども、基本的にはですね、小悪魔のムーブした後にリッカのムーブに移行していくようなイメージで回していくといいと、思います。ハンドデッキは例えばランカプラス罠みたいな、なんか落とし穴系の罠みたいな、そういうハンドだった場合は、モンスター4体並ぶんですね、小悪魔ムーブって。ランカ召喚、キノ持ってきて、で、ランカ1体でセラにする。でセラいる状態でキノの小悪魔特殊召喚して、ホールティアセットして、でホールティアで罠切って特殊召喚して、で、セラの効果でティオ特殊みたいなことすると、なんか手札のにあった罠回収しながらモンスターが4体並んでるんですよ。でレベル4か3体とセラみたいな場面になるんですけども、そうするとですね、このアロマセラフィージャスミン出しに行けるんですね。でジャスミンプラス、ストレナエっていう盤面になるんですよ。まあ、こうなってくると、ストレナエをリリースしてリッカ出しながら、ストレナエの効果で、まあ、ハイペルトンとか、ティアドロップ出しに行けるんですよね。これめっちゃ強いんですよ、この動き。だから小悪魔でとりあえず罠かき集めて、でなんか強い盤面作って墓地にホルティアも落としといて、墓地から除外して、小悪魔出すっていう盤面作っておきながら盤面にはハイペルトンとか、アロマセラフィージャスミンプラスストレナイみたいなのが並んでるみたいなね。これねめちゃくちゃ優秀なんだよね、この動き。でフィールド上にはリッカコンコンがあるから相手のモンスターをリリースするみたいな動きもできますし、これ本当に楽しいんです。はい、ぜひねこれ動き方見ていただいて、気に入った方はね組んでみていただければなと思いますので、めっちゃくちゃ可愛いしエロいよね。デュエルスタンバイ。はい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 、これはですね、まあそこそこ強いです。木のいるからな、どっから行こうかな、こっからかな。トリオン召喚で、でトリオン召喚成功値効果、罠持ってきたいです。止められますまあそこへのうららはなかなか強いですが、まあいいでしょう。言うてね、うららエフェクトベイラー無限包容とかその辺は感じできます。まあ、増殖する地ちょっと重いかなって感じですね。展開系なんで、もはや小悪魔デッキと、もう新時代の小悪魔デッキは展開デッキなんで、で機能特殊しましょう。でセラ効果で罠セットで、ホールティア発動。ホールティアは、通常トラップをぶん投げるとセットした段に打てる、まあ、シェードブリンガー内効果でセラ効果、通常トラップ発動したのでデッキから、小悪魔特殊召喚。いやこれがねめっちゃ強いよね、こんだけ並ぶんすよ。これ今うらら打たれてますけど、まあ、うららとかエフェクトベイラーとかもゲームフォールとか同じなんです。全部打たれても、まあ、ここまでいけるんで、まあ、あとはねこっから普通だとなんかエクシジスタリークラリア出したりするんですけど、ちょっと今回はリッカ混ぜてましてですね、ちょっとリッカムーブをねお見せしていきたいと思ってます。でまず、アロマセラフィージャスミンを爆弾させていく。でレベル4のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、リッカ製ストレナイちゃんを出していく。でストレナイの効果、植物毒を回収するためティオを回収、これはこうでティオ、これ墓地に植物毒、あこれあそうね、墓地に植物毒いなかったら回収せんくてもいいわ。でストレナエをリリースして、立花生ボタン特殊で、ボタン特殊召喚成功時効果と、ストレナエが、リリースされた場合の効果をチェーンを組んで発動。ストレナエがリリースされるとエクストラデッキから植物系のモンスターを爆弾させて、で下に入っていくスタイルで、ボタン効果によって立花系の魔法トラップカードをサーチできるんで、これで立花コンコンサーチで立花コンコン発動。立花モンスターが存在している場合、デッキから立花魔法トラップカードをセット回るでしょう。
回る回る。で、絢爛発動、モンスターリリース、ボタンリリースして、で、自分のデッキから、まあ、レベルが同じ植物族、立花と何かを持ってこれる。で、プリムと白姫。で、プリム発動、モンスターリリースされたんで、これハイペルトンの効果チェンジ発動、モンスターを吸収。怖くない以外だな。で、ほい。で、プリムで出す。で、さらに白姫出す。すごい、すごい展開力でしょ。ものすごい展開してるよね。で、うわ、これ白姫送れねえじゃん。あ、ここで白姫だわ。いや、これさっき白姫使ったのミスったわ。ここでストレナー使わないと、これ白姫墓地送れねえじゃん。ふざけんな。やべ、ミスった。ちょっと待って、展開ミスった。なんとかなんだろう、これ。なんとかなんだろう。なんとかなると信じたいです。信じたい未来を今このって、懐かしいな。はい。ゲボキツ。ゲボキツ、拮抗勝負きた。拮抗勝負、バカ重いです、このデッキ。どうしましょう。ハイペレトントラップ吸収したいと、これちょっと、対策できないんだけど。完璧ミスったな。まあ、まあ、しょうがねえか。しょうがねえか、ハイペレトン以外を吹き飛ばすしかねえ。ちょ、なんもなくなっちゃった。であとストレナイの効果は2体目のストレナイ出した時に温存でいいですね。それ無効で、これ無効にしたらワンチャン止まるんじゃね。無効にしたら止まる説イズあるな。無効にこれ効果使ったってことは多分これあれだよな、いないよな多分。あ、でもあんま関係ないか。いや、でもスプライトいたら多分使わないから。あ、開門か。塗料いるよな。大丈夫だ。ホールティア効果除外して、でトリオン特殊で、特殊召喚成功時魔法トラップ破壊できるって効果ですね。これあれ起動効果なんで、永続のなんで、レベル2は絶対供給させないというスタイル。多分この動きするってことは多分スターターラインだよな。で、将来心、まあ、将来心はいいわ。でトリオンの効果で底破壊、頼む止まってくれよーし。危ない危ない、止まった。危ねえ。こっからはまあ多分ワンキル取ればいいんだよな。怖くもね、なんかすごい展開力増えたから多分ワンキル取れるんだ余裕で。アティミス出せばいいか。ティオ召喚効果発動で、自分のもしくは怖くも蘇生するんで、昨日の怖くも蘇生で、ハイペル効果ちょっと後でいいや。で、昨日を出しても意味ないのでシトーリスかな。一回シトリス行くわ。打点低い方でシトリス作って、シトリス機能持ってくる。機能特殊、全員でぶん殴って勝ちか。トリオンボッチ送って、ハイペルトン効果起動して、吸収して、これは何でもええんだが、まあ、プリム一番つかないからこれ吸収する。ハイペルトンのな下にトラップ重ねられれば拮抗勝負もケアできるんだけどな。ちょ、トラップカードを発動するって結構難しいんだよね、自分のターンで。ハイペルトン出た後に、で昨日の小悪魔特集で、総合攻撃力はいくつ8100、神バトル。これさ、 I 押すとさ、あの攻撃力合計出るようになったんですよね、アップデートで。それも神なんですよね。マスターレベルマジで遊びやすくなってるわ本当に。マスターの自動処理優秀すぎて、あの押し G やってると全然回せなくなってます自分で最近。うわ、トラップ、うわ、ちょっと事故ってるな。ゾウジー通ったらワンチャンスかな。お、事故ったか。ナチュルアントジョーやば、最強モンスターじゃん。相手がモンスター特殊召喚成功したのが分裂するやつだね。あ、いや、強え、やべえ、普通に強え。まあ、無限抱擁打ってから動くとかできる。うわ、無限抱擁きすぎーってか、初動ねー相手全然特殊召喚してくんねえから、初動全然ねえんだけど。どうしよっかな、羽暴起とか持ってないっしょ。だから一応無限抱擁1枚だけにしよっか。持ってないっしょ、羽暴起とか。知らんけど、まあ、とりあえずこれでいいや。これでな、羽暴起って言われて世界が終わるんだよ大体。で、羽暴起結構最近入ってますね皆さんね。あの罠デッキが多くなってきたんで、
あのメインからね、まあ、結構抜いてるコーチも最近はねいろいろ多かったと思うけど、割とまた入ってきたかなといったところを感じておりますが、ひしひしとねそのワナビート環境の変お やばいバンブーはやばい、いや遊戯王史上最強のタケノコ来た。うわー魔法トラップ使えないとか言われた、やばいほんまやばいこれ最悪。ナチュラルバンブーシュートはちなみにあの、アドバンス召喚したやつこいつがいなんか場にいると、あの魔法トラップ一切使えなくなるっていうガチでやばいこと起きるんですよね。スーパーワラビート対策してんじゃねえぞてめえ。オランダ落ちデッキ先に取れるやつかこれ、落ちデッキ先に取れるやつかこれ2000超えればいいんだろ戦闘で。なんか2対7ではいけんな。小悪魔はモンスター効果は一応通るから今のところは。ちょっとモルクリケットが変身するんで、あの激キモモルクリケットとかいうあのクソキメイ虫が、クソキメイ虫と超可愛い虫の対決だこれ。どっちの虫が優秀かっていうのを決めようじゃねえか。じゃあトリオンの小悪魔召喚効果発動するわ。キノの小悪魔優秀すぎるだろこれ。トップトップキノ優秀すぎてデッキが俺に答えてる。あのタケノコを突破しろとあのタケノコをリュウさん突破してくださいとデッキが俺に問いかけている。オールティアを1枚手札に加えるぜ。そしてセラ出してるとちょっとあのレベル4が2段にならないので機能の小悪魔を特殊召喚するぜ。こいつはもう昆虫植物しかエクスタティックが出なくなるという制約がかかる。レベル4のモンスター2体何ナチュルモルクリケッツいいだろう。ナチュルモルクリケッツリリースして、待ってこれなんかさ攻撃バトルフェーズ終了みたいなやつ。あぶねえ、サンフロアだった。じゃあまあ、雑に2500出るようになったんで小悪魔雑に2500出るんで、よしでこれモルクリケット帰ってくるな。これモルクリケット帰ってくる。あーオッケーオッケー全然いい。でモルクリケットは単一だから、でモンスター効果つかなきゃいいんだろ。サンフラワーいるから、だから普通にバトルだろこれ。バトルでバンブーぶち殺す。オッケーよしよし魔法トラップ使われた。よしいける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 、これはいける。メイン2でシトリス効果使うとサンフラワーが無効にしてくる。で墓穴はあるが、いやわざわざそれする必要ないな。これ墓穴ちょっとね温存したいんですよ。多分春化粧入ってるんですよあのデッキ。春化粧にぶち込みたいんですよね墓穴。多分これ温存できるんでちょっと墓穴温存でいきましょう。であいつモンスター効果はあの無効にしてくるけど、まあ、トラップカードは無効にできないということで狡猾な落とし穴をぶち込んでいくスタイル。さあ君のフィールド上のモンスターを2体対象に取り、そのモンスターを爆破していく。バンブーシュートがいなくなったため魔法トラップが自由に使えるぜ。やったぜ。セラの小悪魔の効果発動、特殊召喚ティオかな、ティオですね。ティオ特殊召喚、特殊召喚成功値効果発動、自分の墓地から落とし穴セット OK で小悪魔効果発動したのでセラの効果発動、トラップセットホールティア、ホールティア、ホールティアで、ホールティア効果発動、ホールティア通常トラップカードを手札からぶん投げることによって、特殊召喚をすることができるという効果。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、シトリスですね。機能出して一応羽根を利かしておきましょう。魔法トラップ破壊されなければ、まあ、拮抗勝負飛んでこなければ大丈夫だもうとにかく拮抗勝負きついからな。全然勝負拮抗しねえし、あのカードするか、そういう意味ではするのか。昨日の小悪魔持ってきて、で一応羽根棒ケアして、でこれでエンドですかね。まあ無限保養は捨てなくてもいいでしょう。セラの小悪魔のセットする罠セットする効果つかなくなっちゃうので、これでエンドして、で相手動い、まあ、ちなみにホールティアは墓地になるんですけど、今ホールティア除外すると小悪魔特殊召喚できるんで一応罠消せます。あの墓地からねクリーチェで除外したはずなんですぐ消せるから、まあ、効果差すぐ打てるよ。さあ、あ、ほらね言ったでしょ。だからほら上手くな俺ここにやってたら黙るから、ここにやってたらあいつ黙るんだよ。しっ、くたばれ。ほらどっちが優秀な植物族デッキか分かりましたか。
はい、拮抗勝負はいいですね。いいですよ、いいですよ。勝負を拮抗させましょう。ラビレンスにあんまなんかそんなになんかガン捨てしてきたらあれだけど、ラビレンスあんま効かねえんだよな、拮抗勝負。なんかラビレンスにさ効くさ、なんかマクリクタって何、一体全体超融合ですか。超融合でガルーラしたらいける。いやでもなんか結局伏せカードはあるからな。ちょっとあの有識者教えてくれ。これゼンマイ、またこれ親顔ムーじゃん。もうゼンマイティなんで帰ってきたんだよ、こっち謹慎しろって。これダメだって、これこいつ絶対ダメだって。これ絶対豚箱にぶち込んどいた方がいいって。このモンスターデビラと一緒だよこれ。アリエンソリティは長くて草なんだが、ライブラの魔法瓶って覚醒のエンライトメントパラディンは、レベルアップ回収、やばいことしようとしてるあでも魔法カード、いや魔法カード使わんから大丈夫か、多分そんなに、まあ、リッカコンコンぐらいか、サイレントソードマンはい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 なるほどね。で魔法カードを完封していくスタイルね。なるほど。はい、で2体でマスカレーナ、なるほど。はい、でスカベット、これで相手とリンク召喚かなんかですか。で魔法カード無効にしたところで今結構トラップデッキ多いですからね。あのそんなに刺さらないと思いますよ、ぶっちゃけ。楽園デッキくらいじゃない、魔法カードに頼ってるの。あれも別にな、ルベリオンで爆破できるしな、サイレントソードマン君自体は。まずアストラマうざいな普通に。そのクセカードなんすか、そのクセカードは何なるほどね遅れ再送ってことね、魔法トラップカード無効ってこと。やばいな、モンスター効果使えるな、モンスター効果使える。なるほど、モンスター効果使える、モンスター効果使えるのか。え、モンスター効果使えるんですか。え、俺コーカス2枚入れてましたよね。ちょっと待って、今素引きしちゃってんだけど、ちょっと待って、セラはいいや。トラップカードは使えないから、でもトラップカード使えないのしょうがなくて、で小悪の落とし穴を、まあ、とりあえず持ってくるじゃないですか。でこれ要するにフレシアウ行きゃいいんだろ、任せろ。トラップカード使えない、魔法カード使えない関係ねえ、フレシアとかいう最強モンスター出したらいけんだろ。レベル4のモンスター2体でオーバーレイ。フレシアはちなみにトラップカードの効果コピーして打つよっていう効果だったんですけども、このトラップカードの効果コピーするして打つ効果はトラップカードの効果じゃなくてモンスターカードの効果扱いになってるんで、これ魔法トラップ無効すり抜けますね実はですけど、フレシア効果発動するでしょ。でまあどっちもいいんだけど、トリオン、切って、で狡猾で、こことここ、これってさセラ出す、え、これホールティアってさ打てるよな、あ打てるんだ、打てるんだ、これ打てる、打てる、無効になって墓地行くか、じゃあ大丈夫だ。あのあれだな、あっていうかこれセラになってからやった方がよかったね、セラになってからセラになってからやればよかったミスったミスっちゃった。一応ボタン発、あでもこれでアストラも処理んじゃない、これこれ、あわかる、はいはい、これ計画通りです、計画通りふーん、計画通り計画通り、立夏コンコン発動で、一家コンコンの効果で、絢爛セットで、コンコン効果発動リリースよ君の人はアストラム君なんか対象に取られないし効果で破壊されないらしいけどさ、関係ないんだよねマジで関係ないわ、関係ないから
関係ないから、関係ないから、ティオで、アストラムでなんかあれだね、1枚、デッキバランスだっけ、アストラムって効果で持ち送られる、あ、じゃあリンクショーが相手によって持ち送られると、なんでデッキもさいいよ。で白姫効果発動して、バウンスを無効にして、はい、はい、で引っ越はいいか、引っ越はいいわ、これでエンドかな。ちょセラ出しておけば よかったかな。まあでもあんまかん、なんかあれだね、セラ出して展開伸ばした方がよかったね、ホールティアの効果に遅延して、ちょ何も考えずに行き過ぎた。はい、スピリットいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。いやもうリソースないでしょ、エクストラほとんどないじゃん、エクストラっていうか4枚しかないじゃん、表側のペンデラムので、エクスタが出てくるペンデラムモンスターは1体までと決まってるので、まあ、ていうだからよ、あの出てくるかどうか知らんけど、あで帰ってくるのか、いいよ。で 1800B と始まったはい、どうぞ、はい、 OK です、 OK です。じゃあエンドフェーズホールティアの効果発動しますね。ホールティア効果発動、ゲームから除外してると、これ墓地のトラップカードの効果なんで、お触れでは無効にできませんね。でトリオン特殊召喚成功時効果でお触れ終わりましょう。全部処理できたけど大丈夫、オフレホルスさん、オフレホルスじゃねえや、オフレサイスさん大丈夫くっそ弱くてさ